はい、赤川哲太です、今日はですね、北志賀高原に行ってきました。コンディションね、こんな感じ。まあね、こんな感じでちょっとね、滑りながらゲレンデコンディションをお伝えできればなと思います。まあね、北志賀高原はパークが飛んだり飛ばなかったり、いろんなラインで遊べるんで、まあ、そちらの方をチェックしながらちょっとね、ゲレンデコンディションとお伝えできればと思います。ではね、行きます。はい、こんな感じでね、ちょっとね、奥志賀のフリーラインパークだったり滑ってみたんですけども、ゴールデンウィークまで一応空いてますんで、 SNS ですね、奥志賀高原の SNS で、コース状況だったり積雪情報をチェックしていただいて、スノーボードスキーの方楽しんでみてください。ありがとうございます。まだまだ雪あります。